当たらなくてもしんどい。じゃあスケさんが、2回目165キロにチャレンジします。そして売っているでしょうか、165キロです。そろそろ1球目は空振りに入りました。注目の2球目はどうでしょうか。あと2球目も空振りだ。しかし3球目がまだあります。これでいけるか。3球目も空振り、ワンアウト取りました。はい、次2打席目ボール1個上を振るような感じで当たったんだよ。少しさっきもかすったから当たった。今飛んだんだよ前に。あ、ちょっと前に飛びました。またかすだんだん当たるようにはなってきたみたいです。これね、そろそろいけると思いますよ。またもうちょっとですね。ファールチップ、そろそろこれ当たりそうな雰囲気です。だんだんファウルチップが当たるようになってきました。あ、これいていけてきた。慣れてきたんだよこれ。そろそろ前に飛ぶと思う。お、飛んだ。後ろファウル、ファウル、もう一球いった。お、ついに飛びました。ついに今多分センター返しぐらいになった。お、だんだんこれ来たんじゃん。これこれいけるよ。これでも2球当たったからもういい方だ。あとちょい、あと5球です。果たしてもう1本いけるか。あー、ファウルチップ。粘ります。あと4球、1本は出るでしょうか。あと3球です。果たして初のヒット。あーと、ラスト2球当たるでしょうか。当たれ。お、いった。お、当たりました。お、今のはセンター前ヒットぐらい痛い。ラスト1球、あ、来た。あ、でも結構ね当たりましたね。やっぱりトレーニングの成果が出てるようです。